とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。本当に、たくさんのコメント、ありがとうございます。先日、30回のボスの倒し方を3つ紹介してみたんだけども、俺もこんな倒し方あるよっていうことで、いっぱいコメントもらいました。その中で、1つ、これはね、めちゃくちゃいい倒し方あったんで、紹介させてもらいます。では、とりあえず進みながらこのアイテムを取った方がいいよっていうのを紹介しながら行きますね。では、行ってみましょう。それではまず2階の報酬です。2階の報酬でブーツ取っていきましょう。これは別にボスとの関係はないんだけども、使うと、移動が速くなるので高速周回することができます。ブーツは絶対取ってください。そしてさらに10階の報酬でまたブーツ取っていきましょう。ダブルブーツしてるともっと速く行くことができるので、ブーツ2つ持っておいてくださいね。17階の報酬です。ドラ持って行ってくださいね。ドラはかなり重要です。では次、22階の報酬ですね。防具を変えましょう。強化メールもしくは衛兵のアーマー、どっちでもいいです。どっちでも構いません。重要なのはスキルです。俺は強化メールの方にしてるかな。一応ダメージ減少がついてるので、事故った時に対処しやすいです。最後に28階の報酬です。ベックスの召喚の歌。これを取っていってください。で、29階の商人。つきましたね。ここで上げていきましょう。何を上げるかというと、防具です。強化メイルを上げて、パワーを117にしてください。で、エンチャントを入れていきたいところですよね。強化メイル、何が必要かというと、これ、ビーストバーストです。使ったことある人はわかると思うんだけども、ものすごい破壊力です。ペットの周りが大爆発して、一発でこれだったら2万5000ぐらいのダメージを与えることができます。さらに、ベックス、3体出てきますよね。3回、2万5000ダメージを与えれるので、ほぼほぼワンパンです。俺も今まで事故ったことはないので、間違いなくワンパンできるとは思います。で、ビーストバースト以外、別にいりません。うん。なんか欲しかったら入れてください。俺は何にも入れなくて大丈夫です。で、30回着きました。下に戻って、ボス、戻ってきますね。それでは30回ボスですね。これね、ボタンを押す順番がものすごく重要です。押す順番間違えたらやられちゃいます。順番としては敵が出た瞬間にドラ、そしてその後すぐにベッグスを召喚でポーションを使って爆発ですね。順番を間違えたりすると、やられてしまいますので注意してください。最初からベッグス召喚してたらいいじゃないかって思うかもしれないですけども、あいつら動き回ります。ちゃんと、ボスのところで爆発させたいので、召喚した瞬間に爆発させた方が間違いないですね。では、行きましょう。俺もね、これやるとき若干緊張するのよ。失敗しないかどうかね。行くぞ!ドラ、ベッグス、回復、オッケーこんな感じです。ドラ、ベッグス、回復の順番で、ポンポンポンとやってみてください。そしたら、ポンポンポンと倒すことができます。では、とりあえず、報酬見てみましょうかね。はぁ、本当に簡単になったね。10分ちょっとあれば、周回できるんで、めちゃくちゃ楽。反逆者がワンチャンあるかな?おーいいんじゃない?まあ、クールダウンがついてさえすれば、一応、使えるからね。うん。まあ、ただこれね、
カバンとはそこまで、あ、まあまあ、合うには合うのか。一応ダメージ減少ついてるから。まあ、つけるとしたら、冷気、クールダウン、で、右が、マルチロールかな。で、効果員、まあ、マルチショットついててそこそこ使いやすそうだけどね。常に持ってるからいいや。これなかなか良さそうです。撮影中に珍しく出たな。はい、ということでいかがだったでしょうか。今まで俺がやってたやつの中で一番早い倒し方がこれです。ほぼほぼ事故ることもないと思うので、皆さんこれはね、やった方がいいと思います。ほんと安定します。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。